こんばんは。全日本女子プロレス、今日は名古屋にやってまいりました。愛知県体育館からの放送でございましてね、名古屋挑戦風94と題してお伝えしようと、こういうふうに思っております。それでは放送席、次々にご紹介してまいります。まずジャガー横田選手でございますよろしくお願いします。いよいよ東京ドームね、はい、現役カムバック、いや、カムバックというよりか、うん、OB 戦ということで出させていただくことになったんですけど、そう、はい、でも久々のリングでしょ。そうですね、9年ぶりぐらいです、ね、9年ぶりか、はい、相手ももう決まってるの。え、一応アスカは相手、タッグなんですけれど、うんうん、一応アスカはアスカと戦うの、戦うようにはなったんですね。安心だ、はい、それじゃあ問題ないよ、じゃが。ただいつまでも太ってますからね、ちょっと体が大きくて重たいな。ちょっと足かけらをプロってそうですか、うん、ありがとうございます。安心した、ありがとうございます。そしてですね、もう一人太った方が今日はあのゲストでございます、はい、暑苦しいんですけどね。正式にちゃんとあのご紹介いたします。全日本女子プロレス企画広報部長の小川博さんね。今もう結婚したり本を出したら売れたりで笑いが止まらないという部長さんですよ、うん、ようこそ。はじめまして、ね、こう何がはじめまして、まみちゃってじゃないの、ね、部長、まあ、この勢いで部長東京ドームまで突っ走っていきたいと思いますとにかく何言ってるか分かんないけど部長さん、はい、東京ドームは空前の盛り上がりですね。今まで大変だったでしょ、やはり裏方として。1年前から東京ドームって騒いでまして、うん、はい、もう1ヶ月切りました。あ、まあ、史上初の7時間興行、あら、もう選手も我々もファンもみんなスタミナつけてその日に挑みたいと思います。7時間やるの？7時間以上になるかもしれません。じゃあ放送もずっと全部やるの？全カードやってもらいたいですね。お願いいたします。いやいや本当にお願いいたします、お願いいたします。どうしたの今日は2人揃って。なんか不仲説が仲が悪いっていうような話だよ、ね、だからなかなか揃わないです。かぶってどうするの、どうか喋ってる、うるさいなお前はやはりやはりそうだよ。今回はですね、うん、名古屋挑戦プ、うん、去年はですね、堀田カンドリーがですね、うん、一騎打ちをしたシリーズでございました、はい、今回はですね、いわゆる前女三重士といいますか、前女三フレッチと言われておりますですね、山田豊太、うん、そして井上京子と、うん、この3人が今日は主役と。なるほどですね、3本の役お前です題しましてですね、前女ニューリーダーズ3大決戦というふうにお送りしたいと思います、ね、一応あの3人いますんで久々揃ったんで、うん、その1試合ずつこう担当して、そうだね、まあ誰がどの試合が出るかっていうのちょっとやる気を出してください。ちょっとどれが出るかはね、一人10試合ぐらい喋りますから、どうも今日はとりあえず1試合ずつ分けてですね、はい、あ嬉しいな、内容を見て、うん、まあ、はい、出すと。じゃあ頑張ろうね、はい、せーの頑張れちょっと待ってちょっと調子よろしくお願いします。伝説と神秘の貴公子モジリアーニ、繊細な美的感性、情熱が息づく女性美、最初で最後のポール・アレクサンドルコレクション、知られざるモジリアーニ、ただいま上野の森美術館で開催中。悪意だ、悪意が淀んでる。ケツシトユカワ、シンジテケイダ、ディレクティブバイジョージーダ、ナイトヘッド、カミンスライン。FIM 世界選手権94ジャパンスーパークロス、今年は世界選手権シリーズ第6戦と最終戦が神宮球場で連日開催。神宮3連覇の王者ジェフ・スタントン、ラストランで V4 なるか、その瞬間は見逃すな。超豪華珍品料理、涙と笑いと決死の覚悟、世界各国が用意した新たな究極の珍品グルメとは。火曜夜7時半これたまたまじゃん。幸せになって思ったからさ、他人のことに関わってる暇なんかねえんだよ。あの頃俺たちは仲間だった。真面目にやってる仲間を巻き込むんじゃないぞ。若者のすべて、笑った時はすべて。水曜夜9時、
の試合、タッグマッチ30分一本勝負を行います。横田全日本チャンピオン150パウンド伊藤カモグ、同じく160パウンド南Suzuka、若い子が150パウンド Hasegawa、Sakie、同じく160パウンド Yoshida、Mariko、沖田リングアナウンサーから声高らかに4選手が紹介されました。30分の一本勝負タッグマッチ、長谷川沙紀、吉田麻里子、南鈴鹿、伊藤薫の対戦であります。さあボディチェックが行われております。笹崎克美レフリーから所注意がなされました。がっちりと握手、両選手がコーナーに散って、さあゴングであります。長谷川沙紀、吉田麻里子が8月24日武道館以来のタッグを組んでまいりました。ジャガーさん、はい、この2人、まあ、フレッシュコンビといいましょうか、非常にこうなんかウキウキするようなね、こう爽やかな感じがするんですけれどもね。そうです ね、 ね、なんか何が出てくるか分かんないから楽しみなような気がします。そうですよね。さあその長谷川沙紀とリング上は伊藤薫であります。ドロップキック、自らロープに振って、さあ2発目、これはかました。小川さん、このブリザードユキという選手は、まあ、どういうね戦術を使うのかというのが非常に気になるんですが。そうですね、これはですね、はい、もう一から長谷川沙紀が作り上げていくものだと思うんですよ。なるほど。で長谷川沙紀とどっちかというと一生懸命頑張ってるっていう姿がやはり印象的なんですけども、はい、やっぱりブリザードユキは一生懸命だけじゃなくて、やっぱり明るいキャラクターっていうか、やっぱりプロレスを楽しむキャラクターに作り上げてもらいたいと思うんですけども。なるほど、挑戦士と言われております長谷川沙紀、ブリザードユキとしてもう一つの顔をドームで見せてくれることになっております。そのあたりも非常に期待したいところですが、さあリング上は伊藤薫、長谷川沙紀との対戦、ここは締め上げております。伊藤薫、小さな体でありますが、それを大きく存分に使って攻めております。さあしかしこれは逆に肩をつけてしまった。カウントは2、体を反転させてまた自分の体勢に持っていく伊藤であります。腕を取った。この伊藤という選手もですね、まあ、あの南とタッグを組みまして、ジャガーさん、あの好きなことをやらせてくれる南の元でね、はい、こう自分も非常にやりやすいんだという話しておりましたが、はい、やはりこう伊藤としてはいいところが出てますかね。そうですね、あの技が、小技ですけれど、あのすごいたくさん覚えたなと思いますよ、うんうんうん。まあ、手を取るとかグランド技ってすごい難しいもので、はい、本当不器用な選手は本当にやりたがらないんですよね。なるほど。そういった意味ではそういったものがあの出てくるようになってますから、うん、本当のところ器用なんですよね。まあ、そういったことを試させてくれるのがこの南鈴鹿であるというふうにも言っておりましたが。そうですね、あのうまく導いてくれますから、はい、あの出しやすいようにしてくれてるんだと思いますけどね。試合を作るのはもうピカイチであります。南鈴鹿、長谷川沙紀の腕を取っている。逃れられない長谷川沙紀、まだ赤コーナーまでは遠い。さあリング中央に持ってきた。非常に苦しい体勢、長谷川沙紀であります。まあ、また渋い技を持ってきますよね。そうですね、こういった技を忘れちゃいけませんよ。こういうところでまた下の者に対する、ね、お手本といいますかね。そうですね、何かこうみんなが忘れてしまっているような、あっとこれはすごい体勢になっている。これはどういうふうに表現したらよろしいんでしょうかね。まんじに行きましたけど、まんじからの変形に持っていきました。さあそしてニュートラルコーナー、逆に締めているのは長谷川沙紀であります。この辺りもやや余裕の表情の南鈴鹿、足を逆にもう一度取り直しました。さあステップオーバーできるか、片襟固めの体勢になった。基本的な技を本当に大きく大きく見せるのがこの人の特徴であります。こういう点では見習うべき点がたくさんありますよね。
一つ足取っても手取っても決まってますから、そういうのが中途半端な選手もいますからね、こういったところよく見なきゃいけませんよね。何か最近のねこの南の戦い方を見ているとそういうことをこう若手にこう無言でアピールしているような、ね、感じがするんですけれども、まあ、そこまで意識があるかわからないですけどね、そういうものを自然に見る方が勉強と思って見なきゃいけないんですけどね、教えるっていうか彼女はまだ戦ってる選手ですから、まあ、やってて教えることはあってもね、そんな見てる方っていうのはそれほどの意識はないと思いますけれど、なるほどね、見る方がやっぱそうやって勉強していかなきゃいけないですね。さあ今度はどんな技を繰り出してくるか、膝を飛び出しました。さあそして伊藤薫にタッチであります。伊藤はこのチャンスどう持っていくか、ロープに飛ばした、これは掴んだがよく見ていた、汗が先へであります。カウントは2、そして目まぐるしいタッチ、吉田麻里子にタッチ、振り返した吉田、そのまま落とした、全く受け身が取れませんでした伊藤薫。さあ担ぎ上げるか、またも同じ技だ。これジャガさんどういう風な技なんですかね、なんて表現すればいいんですか。小川さんどうですかね、なんていうんですかね、メキシコではこういう技結構あるんですよね。なるほど、今まであまり見たことがなかったんですが、吉田麻里子また一つ勉強の成果といいますか出してきました。場内が大きく沸いております。愛知県体育館、吉田麻里子が本当に1ヶ月1年10ヶ月ぶりに長い間のブランクから復帰してまいりました。武道館復帰してから元気な姿を見せています。ちょっと長谷川咲が腰のあたりを押さえているのが気になりますが、リング上は吉田麻里子、伊藤薫、今度は膝の上を落としていった、膝を立てました。伊藤薫の体を宙に投げておいて膝に落とす、カウントが入るが、カウントは2、早くも試合時間が10分経過しております。目まぐるしく試合が展開しておりますので、あっという間の10分、これも手と足を両方決めていった、この辺りのグランド技、やはり新しいものをどんどんと出してきます吉田麻里子。伊達に休んでいたわけではありません。今のも本当に珍しい形に決めていきますよね。すべて決めてるわけですから、はい、手間がかかってる技なんですね、簡単に見えてますけれど、はい、ヒップアタック、一瞬の隙を突いた伊藤薫、得意技の一つであります。さあロープに振ってもう一発いった、喉元に突き刺さるこのヒップアタック、カウントが入る、なんとか足にロープを逃した、逃れていきました吉田麻里子。しかしなおも伊藤のチャンスが続きます。大きくアピールして、さあセカンドロープからローリング先頭、さあこれはどうだ、カウントは2。小川さん、この伊藤という選手もね本当にいろんな技を、ね、出して人気を掴んできましたよね。そうですね、今度ドームではシュートボクシングの選手と初めて格闘技戦やるんですけど、はい、やっぱ伊藤が名乗り上げましたからね。さあカウントはどうだ、ブリッジなんとか返していった、こういったあたりもちょっと首が気になる吉田麻里子でありますが、ここはブリッジで返していった。南鈴鹿をニュートラルコーナー振って、さあそのまま後ろに投げた。武道館での復帰戦では三角跳びプランチャーを見せまして思わず涙を流した吉田麻里子でありますが、ここは長谷川咲に主導権を譲っていきます。ネックブリーカー、さあそしてもう一度いった、場内に大きくアピールした長谷川咲がセカンドロープからミサイルキック。さあ対角線にまた走り込んでいって、南鈴鹿は相手をちょっと見失っている、後ろ向きになっているが、ここは飛ばない飛ばない、そのまま抑え込んでいった、固めていった、カウントは2。ちょっと今間合いが合わなかったのか、長谷川咲へ飛ぶのを諦めて次の技に展開していきました。これはよく見ていた、どうだカウントは、カウントは2。今の本当に一瞬の攻守の切り替わりというのも南鈴鹿らしいところでしたよね、ジャガさん。そうですね。さあそしてリング上は伊藤薫、長谷川咲へフェイスクラッシャーからすかさずタッチ、ニュートラルコーナーに振った、これはうまく避けた吉田麻里子が、ここからどう料理していくか、髪の毛を掴んでいる、
対角線に、いやこれは振り返した伊藤、しかし三角飛びからブラッチャー、これは避けられた、これは避けた伊藤薫、そしてフットスタンプ、連続のフットスタンプであります。ロープの反動を利用して、さあそして先頭カウントは2、赤をなんとか上げていった吉田麻里子であります。自分の持てる技をここは本当に目まぐるしく出している伊藤薫であります。そしてトップロープからジャンピングフットスタンプ、これは避けた、そしてネックブリーカーからちょっと胸のあたりを抑えている吉田麻里子だが、ロープに振った、これは小さくまとめていった、高さ抑え込みの体勢でありますが、しかしこれはダブル攻撃になる青コーナー、これはうまく避けた、そして2人とも行くか、そして吉田麻里子抑え込んだ、どうだ、回転ブラッドミン、しかしこれはカウントは2、指固めに固めていきましたが、これはダメ、そしてソバット、これも避けた、南鈴鹿、さあこのジャックナイフはどうだ、カウントは2。小川さん、本当に今日はなんかこう4人の選手が持てる技を全て出しているような感じするんですけどもね。そうですね、非常にスリリングですよね。どう転ぶか全く想像がつきません。さあリング中央、南か、そして吉田が飛んだ、これは避けて、さあ南鈴鹿が決めることができるか、向こう側では吉田麻里子、伊藤薫、カウントはどうだ、なんとか間に合った、なんとか間に合った吉田。ジャガーさん、これ全く予想がつかなくなってきましたけどもね。またも避けた、本当ですね、ローリングソバット、どう決着をつけるのか、4選手、さあリングの外へ試合が流れていくが、さあ吉田麻里子がコーナーを使った、飛んだ、しかしこれは誤爆であります。長谷川先へと味方同士がぶつかってしまった、そしてややダメージがある吉田麻里子、まだリングに戻れない、リング上では南鈴鹿、しかしこれよく見ていた、ソバット顎を捉えた、どうだ、これは決まったか、いや決まらない、いや決まらない、カウントは2であります。裏投げか、しかしこれはエビ固め、南鈴鹿決まったか、いやこれもこれもカウントは2、いやいやいや、ジャガーさん、これはもうジャガーさんも本当に無言で息をね、本当に飲んで見守っていらっしゃいますが、さあエルボーを飛ばしていった、伊藤薫が気を吐きます、ソバット一瞬の隙をついた、長谷川先へ、これもカウントは2、もうこの辺りでは決まるような感じがいたしません、またいつ決まってもいいような感じ、この2つの感情が入り乱れておりますリング上、お客さんも何かこうこの試合を静かに見守っているようなそんな感じがいたしますが、ソバット顔面を捉えた、これは決まったでしょう、いや助けに入った、3人助けに入った、南鈴鹿、しかし南はリング上いない、そして吉田は外にいる、裏投げ急角度、これは決まったか、南も戻れない、最後は裏投げ、高角度で決まりました、長谷川関根16分56秒、やはり最後得意技これ残ってましたね。そうですね、なかなか難しいですよね、当たりがもう切れ入らないと決まらないですからね。でも今のはもう完璧に決まった、ものすごい角度で落ちましたね。そうですね、顎から顔にかけて入ってましたね。小川さん、はい、今みたいな綺麗な技ドキドキしますよね。そうですね、伊藤も長谷川に対して意地を出したんですけどね、やっぱり長谷川やっぱ上昇中っていうのが分かりますよね。長谷川さんが伊藤薫を見事撃沈しました。激しい戦いを制しました吉田長谷川両選手、こちらの方に戻ってまいりました。お疲れ様でした。いやー、すごい目まぐるしい戦いで、自分で やっててどうでした？いや、さきちゃんが一人で頑張ってくれたんで。そんなことなかったですよ。
なかなかやりやすいどうですかコンビなんじゃないですかこの2人は。そうですね。あでも組むのも当たるのも好きです。あそうですか、組むのも当たるのも。そうですか、はい。長谷川選手ですが最後はもう渾身の裏投げでしたけども、もうそばとあんだけやって読まれきってたんでもう裏投げしかないなと。はい、タッグとしてはどうですか先輩は。いやありがとうございました。どうなのかよくわかりませんがとりあえず今日は素晴らしいタッグワークでした。おめでとうございました。ありがとうございました。お前は人間に生まれ変わることができるんだよ。伝説と神秘の貴公子モジリアーニ、繊細な美的感性、情熱が息づく女性美、最初で最後のポール・アレクサンドルコレクション、知られざるモジリアーニ、ただいま上野の森美術館で開催中。神宮球場へ集合。11月20日ヤクルトスワローズファン感謝デー開催。入場券のお申し込みは往復はがきでご覧のところへ。クリスマス、バカバカしい。チャールズ・ディケンズのクリスマスキャロルよりスクルージ、メリークリスマス。ミュージカルスクルージ。おい動いてるよ。これが人間の秘めたるパワーなのか。私すごい信じやすいんですよ。こういったことは一切不定番。これが世界の超おったまげ人間スペシャル、木曜夜7時。荒ぶる魂、マイジェル・マンセルが帰ってきた。 F1 日本グランプリ 120% でしか知れないライオンハート、鈴鹿に上陸。11月6日日曜夜8時。全場ニューリーダーズシングル三大決戦、まずニューリーダーの1番手井上京子に対します。レジー・ベネットが青コーナーゆっくりと花道を向かっております。この表情、非常に気迫がこもったレジー・ベネット、あっという間にリング上に駆け上がりました。右手を大きく上げて場内にアピール、レジー・ベネットであります。迎えられております。井上京子 3WA のタッグ新チャンピオンになりました。10月9日、さあその今上り上司井上京子がリング上エプロンサイド飛び乗りました。場内にいつものように大きくアピール、井上京子ニューリーダーの一番手、三大決戦に対します。さて全場ニューリーダーズシングル三大決戦、場内に今井リングアナウンサーから両選手が紹介されます。全場ニューリーダーズシングル3大決戦パート1、60分一本勝負を行います。青コーナー260パンス、レジーベネット。アメリカからやってきたアマゾネス、レジーベネット。あなたは 3WA 世界タッグチャンピオン、175パンス、井上京子。全場ニューリーダーの1番手井上京子。レフェリー村山大地。この対戦をさばきますレフェリーは村山大地であります。さあこのニューリーダー井上京子が迎え撃ちますのはなんと110キロ、レジーベネットであります。このレジーベネット、今日は持ち上げることができるか井上京子。さあゴングであります。
60分の一本勝負、全場ニューリーダーズシングル3大決戦、井上京子、レジー・ベネットの対戦であります。場内京子コールを催促したこの井上京子であります。愛知県体育館超満員、名古屋朝鮮風94、この中でニューリーダーズがシングルの決戦を行っております。ジャガーさん、はい、このニューリーダーといいまして、井上京子、そして井上貴子、アジャコング、この3人がまあ大きな、ね、戦いを望むわけですけれどもね、まずはその1番手井上京子であります。この井上ですけれどもね、はい、さあ今日このレジー・ベネットに対して、まあ巨漢に対してどう戦うか注目されるんですけれども、どうご覧になりますか。見劣りしないほどいい体してますからね、はい、まあ違うといえば違いますけれど、力で対抗できるじゃないですか、はいはい、だからそういった意味と、あとまた軽い技もできるんでね、本当に京子は誰とやっても見劣りしないで済むんじゃないでしょうかね。そう期待して見てますけど、しかしまずはこのレジーの前にもんどり打って倒れてしまった井上京子でありますが、クロスチョップ連発するな、レジーはびくともしない、リング中央であります。ロープを使った、ありがとう。さあ一回一回場内が沸き上がります。もう一度この辺りは力で来るレジに対しては力でという、こういった、ね、気迫も感じられますね。まあ、こういったところが井上京子素晴らしいところだと思いますけれども、さあここは早くも得意技ロメロスペシャルに持っていくか、このレジが果たして持ち上げられるのか。さあ力を込めた、気合を入れた、スイングした、上がらない、まだ上がらない。いやいや、今ジャガーさん、ちょっとスイングの段階でちょっと膝が折れてしまいましたかね。そうですね、反動つけないと上がらないですからね。ロープに振ったレジ、そのまま抑え込む、全体重預けた、あっとカウントが2。これ前回のですね、テレビ中継にもされましたけども、はいはい、レジを井上京子がですね持ち上げたというね、はい、内野がドライバーに持ってたという、あれ結果的にはですね、内野がドライバーには、まあ、本人も言ってましたがちょっと不完全でしたよね、なんかパワーボムみたいな感じになってしまったということでね、今回はできますかみたいな話を聞いたんですけどもね、はい、ちょっと今風気味でね、風が流行ってますんで今ね、そうです、あとカウントが体調的にはあんまり良くないみたいなんで、どうかしらとか、でも非常に表情がね明るいという、これはやっぱり 3WA のチャンピオンになったからですかね、はい、辺のタッグチャンピオンの風格といいますかね、明るさがすごくこの人出てきたようなね感じがしますけれども、そうですか。10月9日川崎で 3WA のタッグ新チャンピオンに輝きましたトヨタ山田を倒して獲得しております井上京子でありますが、今日はこのニューリーダーズとしてレジーベネットと戦っている、この力の勝負はレジーに軍配が上がりそうだ。後ろ手に締め上げています。いや、小川さん、このレジーも本当にパワフルな、相変わらず見せてくれますね。ところね、そうですね、今タッグリーグ戦でアジャと組んでるんですけども、はい、やっぱりアジャが見劣りしちゃうぐらいのパワーの持ち主ですよね。居住タッグですよね、まさにね、はい、それでまたやっぱ性格もおおらかでビッグハートっていう感じしますよね。あ、おー、なるほどね。そういった何かこう大きな大きなレスリングを持ち込んでおりますレジー・ベネット。さあこの勝負、井上京子が返していった。場内からは大きな拍手、力には力を、井上京子見事に返していった、そして膝を折らせた、締め上げます。この辺のジャガーさん、意地というのがね見られますよね。そうですね、でも本当に力あるんですよ、半端じゃなく京子は。井上京子ですか、逆にちょっと遠慮して普段やってるぐらいで、本当に力あるんですよ。じゃあそれ今日はこのその力を存分に発揮できるいいチャンスということになるんですかね。そうと、これは吹っ飛んだ、その力序盤から見せてくれました井上京子。しかしここはレジー・ベネット、この巨漢が背骨のあたり、片指の体勢に行きますが、背骨のあたりに食い込んでいます。非常に苦しそうな表情に変わってしまった井上京子。この体勢いかがですか、ジャガーさん。
それほど苦労はないようなんですけどもね、この体重が乗ってますからね、乗られただけで苦しいんじゃないでしょうね。さあそして腕も取りました。レジであります。60分の一本勝負、試合時間5分が経過しております。レジー・ベネットがパワーから試合のチャンスをつかみかけております。これはロープに逃れました。苦しそうな表情をしていた井上京子でありますが、なんとかロープまで届きました。しかしまだ今度はそのロープを利用して、非常にこれは強烈、レジー・ベネットが自らの体重を膝のあたり当てていきます。あれも、まあ、見た目以上にね、人体というか膝のあたりのダメージというのは大きいんじゃないかと思うんですけれども、やられ方をちょっと体重高いすぎるとね、外の筋伸ばしちゃいますよね、人体とかね。そのあたり影響がないといいんですが、井上京子、さあニュートラルコーナー対角線に振ったのはレジー・ベネット、巨漢がいった、ボディープレスであります。このニュートラルコーナー、白いマットの中に井上京子の体がめり込むような、そういったシーン。さあもう一度いった、これは避けた、ここが違うんだというような、あっと、しかしこれはレジーもよく見ています。ラリアット浴びせかけていく、そしてそのまま抑え込む、カウントが進む、カウント2。ジャガーさん、今みたいなね、まあ何でもない技にも見えるんですけれども、あの体重で抑え込んでいきますと、あわやというシーンまでいきますね。そうですね。とこれはリングの外に落ちた。やはりこの体重というのはね、大きいですね、武器ですよね。とそしてなんとレジーが飛ぶか、これは飛ばない、場内からはどよめき。それもそのはず、このレジーがなんとトップロープから飛ぶかという仕草を見せました。さあそして場外に出ている両選手、早くも今日ゲスト解説の小川広報は放送席を立っておりますが、小川さん、早かったですね、立つのが。そうですね、あの体重がこられたらたまんないですからね。やはり怖さを一番知っているのも小川さんかもしれないですね。さあなおも場外乱闘が続いている。今度はレジーが向こう側、放送席からちょうど反対側になります。鉄柵に打ち付けられている。こうなると今度はこの自分の体が凶器になってしまうが、これはよく見ていた。今度はやり返したレジー・ベネット、やられたらやり返す、そういった掟のもとにレジー・ベネットが井上京子に同じように鉄柵に打ち付けました。先に戻ったレジー、そしてあっと地獄突き、そしてクロスチョップ連発であります。エプロンうまく利用した。そしてニュートラルコーナー、トップロープに駆け上っているセカンドロープか、やや時間があったレジー・ベネットが駆け寄って、さあなだれ式に行くのか、なだれ式のも連発だか、足元ちょっと滑らした、なだれ式いった、これはややダメージが大きい。井上京子では朦朧としている。大地の手が3つ目のカウントをマットに叩きつけられようとするその直前でありました。なんとか返していった井上京子、しかしなおもセカンドロープに足をかけたレジー・ベネット、その足をニュートラルコーナーに担ぎ上げて、さあ今度はなだれ式プレバスターのお返しか、持ち上げた、同じ技で返していく井上京子。さあそして抑え込んでいく、カウントはどうだ、カウント2、先ほどからジャガーさん、はい、両者ともやられたらやり返す、はい、同じ技でこう応戦していますね。そうですよね、力があるからできますからね、私なんて正反対の試合しか持っていけないです。さあ持ち上げた、気合を入れた井上京子、さあ三角のロープを使ってエルボー、下に落としていった。さあこれは決めることができるか、カウントは2、それだけの自信があるということなんでしょうね。自信は持ってると思いますよ、ただその同じ技でやるというのも、まあ、相手も読めるわけですからね、その中でやるというのは本当大変なことをやってのけております。両選手今日は持ち上がりませんよ。あと一発叩いた、持ち上がった、あとラゲット、今度は勝った、レジー・ベネットがボディープレス、どうだ、カウント2、持ち上げられなかった井上京子に対してレジーが激怒、
逆に返していった。さあ、そしてまだ大の字横たわっている井上京子に対して赤コーナーセカンドロープ、もう一度いった。これはよく見ていました。二度と同じ手は食わないという井上京子。さあ、場内にアピールして内野からドライバーいくか。さあ、持ち上げていった。これで決まったか。いや、決まらない。決まりません。大阪ではナイアガラドライバーで決めたが、さあもう一度行くか。しかしこれはレジーベネット、しかしまた逆をついた。カウントが上がった。決まった。ジャガーさん、今のナイアガラに行くと見せかけたという感じになるんでしょうかね。本当に使っておいて、まあ一回受けてますから、相手も反撃しようと思って岩石に行ったところを、まあ、逆転したんですよね。裏の裏を読んでいたというふうにね。やはり井上京子、一枚も二枚も上手でした。井上京子がレジーベネットを見事倒しております。さあ、そして今両者ががっちりと握手、笑顔が見られます。井上京子、そしてレジーベネットでありました。井上京子選手、こちらの方に戻ってきてくれました。はい、いやー、やりましたね。やってるんですか。やりましたね。最後は何、あれは計算ですか。いや、とっさ、あのね、まさかね、内野柄まで決まらなかったんだけど、うん、あのパワーボームみたいなのが、うん、この間それで勝てたんで、うん、これで多分決まるなって、決まった瞬間に思ったんですけど、ね、それ返されて、はい、後がないなと思って、もう一回 やろうとして逆に返されたんだけど、返されちゃったんですけど、もうここで取んなきゃ後がないと思ったんで。なるほどね、はい、そうですか。しかし ちょっとここ使ってみました。なるほどね、はい。いかがでもちゃんと110キロ持ち上げました。そう、ね、いうふうに入るんですかね、その部類、ね、いや入りましたよ、はい、ねはい、疲れるでしょ、レジンの試合。疲れましたね。もう相手ってなんでも、はい、どうもお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。FIM 世界選手権94ジャパンスーパークロス、今年は世界選手権シリーズ第6戦と最終戦が神宮球場で連日開催。神宮3連覇の王者ジェフ・スタントン、ラストランで V4 なるか。その瞬間は見逃すな。伝説と神秘の貴公子モジリアーニ、繊細な美的感性、情熱が息づく女性美、最初で最後のポール・アレクサンドルコレクション、知られざるモジリアーニ、ただいま上野の森美術館で開催中。ニンテンテン渋谷やって、リトル大阪やって、フォーデーズやって、来てや、めっちゃ思う。グランドタケツもワテツライブもミニ通天閣やバーチャー運動もみんな渋谷に大集合。渋谷リトル大阪フォーデーズ、アレシーボールラー。この喜びは私を美しくする、この悲しみが私を強くする、アレシーボールラー。ジェルになる悪意だ、悪意が淀んでる。鉄石トリカー新宿テケーダナイトヘッド仮面戦ポッシュ。いらっしゃいませ。うわ、フジテレビ、もう10回目を迎えちゃった。世界の超豪華珍品料理、涙と笑いと決死の覚悟、世界各国が用意した新たな究極の珍品グルメとは。火曜夜7時半もね、たまたまじゃ。幸せになって思ったからさ、他人のことに関わってる暇なんかねえんだよ。あの頃俺たちは仲間だった。真面目にやってる仲間を巻き込むんじゃないぞ。若者のすべて、前笑った時はさ。水曜夜9時、今回はまずタックリグザベスト94熱戦速報。10月15日松本大会、この日はキッカーズこと堀田山田組と、このリーグ戦にタッグチームとしての全てをかけている三田下田組が対戦。
得意の連携攻撃で押すカチョーラスだが、山田の一撃必殺スクリューハイキックでピンホールを奪われてしまった。山田の意地が光った一戦だった。10月23日横浜ドリームランド大会。お揃いの水着を新調して張り切る京都長谷川組に挑むのは、空中殺法に期待がかかる吉田朝里組。意欲十分で立ち向かう吉田に対して、京都の変幻自在のテクニック、そして長谷川の高角度裏投げでピンホール、息ぴったりの京都長谷川組に勢いがついてきた。10月28日浜松大会。まずはカチョーラス三田下田組対北韓コンビ渡辺玉田組。連携プレー完璧の三田と下田に対して、玉田がどう立ち向かっていくかが注目されたが、案の定2人に捕まってしまい防戦一方。渡辺が助けに入り孤軍奮闘するが、カチョーラスのペースを崩すところまではいかない。必死に頑張った玉田だが、やはり最後は決められてしまった。カチョーラスはこれで3勝目。続いてキッカーズ堀田山田組対レスリングマスターズ南伊藤組。堀田と山田がハードキックで打ち破るか、それとも南と伊藤がテクニックで勝ちをもぎ取るのか、注目の一戦。お互いの持ち味を十分に発揮した攻防が繰り広げられ、あっという間にフルタイム寸前。最後の気力を振り絞り、両チームとも大技ラッシュをかけるが、決定打とはならない。共に連携攻撃でフィニッシュを狙うが、ここまで来たら両チームともピンホールを絶対に許さない。無念のフルタイムドローに終わってしまった。さて10月28日現在トップは堀田山田組、以下ご覧のように続いています。優勝の行方は全くわからない。11月20日東京ドーム大会全カード決定。ドーム少女対戦の幕開けはジュニアリーグ戦優勝戦、そしてミゼットプロレスもドーム見参。アマレスエキシビジョンにあの山本美優、そしてアニマル浜口ジュニア浜口京子も登場。8月の武道館で大健闘を見せた前川久美子が再び格闘技戦に挑む。前女対シュートボクシングの対抗戦も勃発、伊藤薫が受けて立つ。ガイアジャパン長代千草対レジー・ベネットの移植カードも決定。カリスマ千草が何を見せるか。 UWA 女子タッグ王者三田下田組に LLPW の特攻隊紅長島組が挑戦。これは怖い。このドームから現役復帰するライオネス飛鳥は小倉由美と組み、ジャガー横田バイソン木村組と夢の OG 戦で激突。ドームでニューヒロイン誕生、その名はブリザード雪。この漫画と同時進行する新キャラクターのデビュー戦の相手は吉田マリコ。果たしてどんな超次元ファイトが繰り広げられるのか。今話題の井上貴子と JWP キューティー鈴木が8月の武道館に続いてタッグ再結成。そしてFMW 工藤めぐみと JWP 福岡ひかりが女子プロファン待望のドリームタッグ結成。 FMW と JWP が初のタッグ、初の激突を実現させた超美形対決。美しくも強いのはどちらのペアか。そして今大人気のザ・グレート・サスケ率いる道のくプロレスもドーム初参戦。アメリカの女子プロレス界において頂点に立つアランドラ・ブレイズが自らの王座防衛戦のためにドームに乗り込んでくる。迎え撃つのはアメリカ長期遠征で世界の女帝の名を欲しいままにした我らがブル中野だ。
この2人が激突する WWF 世界女子選手権試合、ブルはこの大舞台で今度こそ王座奪取なるか。女子の立ち技格闘技界で誰もが最強と認める女、それがオランダのキックボクサールシア・ライカだ。そのルシア・ライカに井上京子が突如対戦要求をぶち上げた。京子はジャパングランプリを棒に振ってまでこの一戦にかけてきたのだ。話題騒然、プロレスかキックか、単なる異種格闘技戦を超えた史上空前の女子格闘技世界一決定戦、これは見逃せない。そして V トップウーマン日本選手権トーナメントがついに実現。その出場選手を紹介しよう。ジャパングランプリ94優勝者、全日本女子プロレス堀田由美子。ジャパングランプリ94準優勝者、全日本女子プロレス豊田真奈美。JWP 代表ダイナマイト関西。LLPW 代表イーグル沢井。FMW 代表コンバット豊田。 3WA 世界シングルチャンピオン全日本女子プロレスアジャコング。そしてこれが最後の試合になるのか、特別推薦選手全日本女子プロレス北斗晶。以上、日本の女子プロレス界を代表する7選手が激突するナンバーワン決定戦、それが V トップウーマン日本選手権トーナメントである。この組み合わせ公開抽選会が先日行われ、厳正なる抽選の結果、注目の対戦が決定した。1回戦は関西がシードされて、アジャ対トヨタの前女対決、注目の北斗と巨漢イーグルの激突、堀田と FMW コンバットの対戦となった。果たして女子プロ日本一の栄冠を勝ち取るのは誰か。そこで V トップウーマントーナメント予想投票を行います。はがきにあなたが予想するトーナメント勝ち抜き票を記入して、ご覧の宛先までご応募ください。見事的中させた方の中から抽選で10名様に今大会を記念したサイン入りオリジナル T シャツを差しての。いよいよラスト公演 FIM 世界選手権94ジャパンスーパークロス、今年は世界選手権シリーズ第6戦と最終戦が神宮球場で連日開催。神宮3連覇の王者ジェフ・スタントン、ラストランで V4 なるか、その瞬間は見逃すな。感動エクスプレス第13回は、俳優田中健が南米大陸をペルーからブラジルまで横断します。アンデス山脈から大草原まで、大自然の中で触れ合う4000キロの旅、お楽しみに。これが人間の秘めたるパワーなのか。私すごい信じやすいんですよ。
こういったことは一切定番。これが世界の超おったまげ人間スペシャル、木曜夜7時。荒ぶる魂、マイジェル・マンセルが帰ってきた F1 日本グランプリ。 120% でしか知れないライオンハート鈴鹿に上陸。11月6日日曜夜8時。名古屋挑戦風94、愛知県体育館満員のファンが酔いしれています。そしていよいよ迎えるメインイベントであります。全女ユニバースシングル3大決戦3試合目を迎えました。今井上貴子、右腕をぐるぐる回して赤コーナー青コーナーに登場します。いよいよトヨタ真奈美選手の登場であります。今日の鳥、大勢のファンが花道でトヨタ真奈美を迎えます。リングに記念いたしました。例によって黒いガン、下にピンクの衣装が見えております。試合に先立ちまして、フジテレビジョン様より両選手レフリーに激励の花束が贈られます。さあファン注目の一戦でありますが、その前にまずフジテレビから今両選手そしてレフリーに対しまして花束が贈られております。愛知県体育館です。続きまして選手権保持者トヨタ真奈美選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。オールパシフィックそして IWA世界二冠選手権試合、今チャンピオンベルト2つが返還されております。さあこれから選手の紹介です。本日のメインイベント、全女ニューリーダーズシングル3大決戦パート3、オールパシフィック並びに IWA 女子二冠選手権試合、60分一本勝負います。青コーナー挑戦者155パンス井上貴子。井上貴子、今日は大きなチャンスを迎えました。一気に三冠のチャンスあり。青コーナー選手権保持者150パンス豊田。そしてトヨタ真奈美、負けるわけにはいきません。一挙に2冠のピンチがあります。さあ注目の一戦を迎えました。トヨタ真奈美と井上貴子、特にあのジャガーね、はい、井上貴子は 3AA のタッグのチャンピオンベルトを取って、はい、しかもこの川崎での一戦、10月9日ですか、はい、トヨタ真奈美からね最後の、まあ、フォローを取ったんですよね。そうですね、そういった意味ではいろんなの選手、この2人の気持ちが入れ混じっておりまして、火花を散らしているリング上ということになります。まずカレントになるのがトヨタ真奈美。さあしかしこれは空振りに終わりました。今度は井上貴子、ファンにアピールいたしました。さあ腕を取ってロープに振るか、体勢は逆転しております。そして井上いったーっと、早くも場外であります。いやーこれはうまく井上がスルリとかわしました。トヨタ真奈美に場内に落ちました。その
長い髪の毛をつかむようにいたしまして、またエプロンに今持ってまいりました井上貴子であります。おっと、一気にはどうなるよね、危ないですね、危ない技なんですけども井上貴子、そして京都真奈美、今日は広報部長の小川さんに放送席に座ってもらってるんですけども、2人はあの小川部長もよく知っているように、まあ、性格的にもね正反対といいますかね、そしてあのレスリングだってトヨタ真奈美の方は本当にもうセンス抜群だし体は柔らかいし怪我もないんですけども、井上貴子はどちらかというと不器用な方でしょ、ね、そうですね、でも対照的な選手でしょ、この1年で井上貴子は井上貴子のプロレスっていうのを確立したと思うんですよ、はい、なんていうんですか、意地悪、うんうんうん、なんか女の執念をむき出しにするっていうんですか、はいはい、そういう意味でいい味を出してきてますよね。あ、なるほどね、やっとあのいわゆる井上貴子の色が出てきたと、はい、個性がねレスリングに出てきた、そんな感じなんでしょう。そして今 3AA のタッグのチャンピオンベルトを取り、本当にこの試合に勝てば3冠のチャンスあるという井上貴子、大きな今日は試合を迎えているわけであります。塩野さん、はいはい、あの試合前のこの 3AA タッグのチャンピオンの井上貴子なんですけどね、今本当に激しい動きを見せましたけれども、打って変わってね試合前はリラックスムード、他の同僚の選手とこうじゃれ合ってね、うん、ふざけてた余裕の表情だったんですよ。あ、そうですか、だからもう全然違う顔をね見せましてね、びっくりしてるところなんですよ。なるほど、逆にね豊田真奈美の方が今日は試合前からちょっとね、はい、気合が入りすぎてたかなという、その肩回りが早くも出てますね。なるほどね、まあしかし京都の波としては今日は2冠をかけた一戦であります。負けるわけにはいきません。60分日本勝負、先ほどもご紹介いたしましたがオールパシフィックのベルト、そして IWA のベルトをかけています。まああの数多くのチャンピオンベルトをかけた試合をね、タイトルマッチをジャガーやってきたわけなんですけどもね、はい、どうですか、試合が始まってしまえば2冠がかかっているとかベルトがかかっているというのはあの意識っていうのはなくなりますか。そうですね、ベルトを返上した時点でね、うん、一応、まあ、そういった意識はなくなりますね。試合前まではあるんですけど、はいはい、負けたらこれは帰りはしてくれないんだなとかそんなこと考えてましたけれど、うん、上がればもう返上した後はもう1対1の普通のシングルと同じですから ね、 いつもね、しかしベルトっていうのはあの選手たちの究極の目的でもありますし、これをやはり取ればね、はい、本当に大きな自信につながるでしょう。そうですね、取って初めて大きくなるもんだと思います、ね、本当でしょうね。このベルトが今井上貴子をね大きく見せております。その井上貴子ファンにアピールいたしました。さあ何か逆さずりになっておりますトヨタ真奈美であります。まあ今あの井上貴子はこのところ大きく成長しているという話がありました。小川さんね、はい、井上貴子といえば広報部長としてもいろんなあの苦労があったと思いますね。あの試合の実力も先行して人気がありましたんでね、例えば写真集なんかも次々に発売されて、このあたりあの広報部長としてもいろんなあの井上貴子に対する思いがあったんじゃありませんか。そうですね、でもやっとその今回も写真集出してノリに乗ってるんですけども、はい、やっとそういうものを出しても実力っていうのは伴ってきたんじゃないですかね。それは言えるね。前はあの力がないのになんだ写真集ばかり出してと、そういったあの世間の目とか選手たちの目もあったでしょうからね。だから今ヌードの写真集出してますけど、はい、やっぱりもうそういう時代なんですよね。なるほど、逆にこれを誇るべきであるという感じじゃないですか、はいはい、励みにして誇りにしてね、今度はリング上本来の力を発揮してもらいたい、そんな感じであります。井上貴子、今日は豊田真奈美選手の対決、当然まあ現在の勢いから言いましてやはり井上貴子がねちょっとあの先制攻撃功を奏しているようであります。豊田真奈美今日はどうしたんでしょうか。ほとんどここまで一方的に攻められている、そんな感じがいたします。髪の毛を掴んでいる、お互いの髪の毛の長い選手であります。さあステップオーバー、がっちりと体重を落としました。ここまでは完全に井上貴子のペースであります。井上貴子88年の10月にデビューしております。一方のトヨタ87年の8月デビューであります。ですからレスラーとしてはトヨタ真奈美が先輩なんですけども、井上貴子は1969年生まれ、トヨタ真奈美1971年生まれ、人生の先輩は今度は逆なんですね。この会社は年は関係ないですから、ね、はい、さあようやくトヨタ真奈美反撃に出るか、ファンがどっと湧いています。ああ、なるほど、いつまでも
攻められて止まるかといった感じの豊田真奈美であります。さあ今度は長い髪の毛をくるくる巻いてますけども、これは痛いでしょう。お互いに長い髪が魅力であります。さあこの長い髪を持って今度は豊田真奈美の反撃が始まって、場内がどっと沸いています。愛知県体育館、毎年7月にはこの愛知県体育館大相撲の場所が開催されます。愛知県を代表する大きな体育館、その体育館満員のファンが今日集まっておりまして、全日本女子プロレスの熱戦に大きな拍手歓声を送っています。さあ一回足を揃えた、これは見事に決まった。豊田真奈美空中殺法鮮やかに炸裂いたしました。さあ今度はダブルアームの体勢であります。後ろに落として、いやどうしようというんでしょうか。さあおーっとロープにかけた、ロープにかけました。さあそしてどうするか、宙吊りにした感じになりまして、背中にキック、両足を揃えました。豊田真奈美負けておりません。これは執念と執念が炸裂するような感じになりましたね。そうですね、ね、なんか本当に女同士の戦いという気がしますね。さあそして今度は満場体制に入りましたのが豊田真奈美であります。まああの井上隆選手のなんか性格の激しさみたいなのはね、小川広報担当部長としてもよくあの身近にいて知ってるんじゃありませんか。そうですね、でもその激しさという点ではやっぱ今攻めてトヨタが上回るんですかね。ああそうで、やっぱりこの春ぐらいからトヨタの試合ぶりっていうのが、はい、なんか妙に大胆になりまして、なるほど、その分で自由を出してきたと本人は言ってるんですけども、共に男性ファンを数多く持つ美形のレスラーなんですけども、この2人がね本当にあの赤い剣というのでしょうか、闘志を爆発させておりまして、今日のこの全女ニューリーダーシングル3大決戦3試合目メインイベントでありますが、誠に見応えがあります。さあまああの試合開始早々は一方的に井上高く攻めてましたけども、ようやくあのトヨタも反撃して五分と五分でしょうかね、ここまで。そうですね、はい、あの攻めてもやっぱ決め手につながらなければ意味がないよね。なるほどなるほど、ということは井上高子攻めてはいたんだけども決め手は今一つだった。そうですね、あの決め手をつなげていけばいいんですよ。あーはーはー、ね、どういう攻めてもいいんですけど、うん、なるほどね、柔らかい体をもう十二分に利用しております、トヨタ真奈美であります。さあこれはあの攻められている井上隆子も苦しそうですが、私たちは単純に見て攻めているトヨタって相当苦しいんじゃないかと思いますけどもね、体がしなってますから攻めてる方が苦しそうですけど、はい、あの隆子の場合体硬いですからね、あの程度曲がったもんでも苦しいですよ、ね、体の硬さっていうのも何か対象的ですよね。そうですね、硬さや柔らかさね、はい、はい、さあ今度は弓矢の体勢に入りましたのが豊田真奈美であります。これなんかでもあの体が硬い人が攻められてやる相当効くんでしょうね。苦しいみたいですね、逆に井上隆子はトヨタにしたんじゃね、そんなにあのダメージはないかも分かりませんけども、相当井上隆子苦しさ、相当曲げないとね体のやらかしに効かないですからね、本当ですよね、はい、さあ静かなグランド戦が展開されております。さあ今度はトヨタどういくまだ相変わらず長い髪の毛を掴んでいる、そしてブレンドスターの体勢に入っている、さあそしてこのまま抑え込んでいます、ホールの体勢だ、カウントが2つ入りました。レフリーがボブ矢沢であります。あるいはトヨタに、そしてあるいは井上隆子に声援が飛び交っている愛知県体育館。さあ今度はあーっとその落とした、リリーこれはしたたかに打ちました。井上隆子っていうのも迫力のある攻撃技が出るようになりましたですね。さあそしてこれがまた井上隆子、ね、顔面を膝で蹴ってるようにしてね、前まで頭だったんですけど、はいはいはい、顔面に変わりました、ね、井上隆子らしいですね。確かにあの男性ファンも数多くっている井上隆子でありますが、なかなかあの思い切った大胆な技、ある意味では残酷な技を披露しております。もうあれぐらい思い切りがいい方がいいですよね、本当に格闘技ですからね、格闘技ですもんね、はい、確かにそれがあります。またああいった技が出るようになって井上隆子っていうのはあの色が出てきたっていうかね、ワーム長が言ってるようにね、はい、やはり個性が出てこなくちゃ面白くありませんもんね、面白くないですもんね、はい、さあまたグラウンドに入りました。
やはり必要さみたいなのを井上貴子のあの技っていいますか攻めには感じますよね。そうですね、自分の得意としているものを前面に出していけばいいんですよ、はいはい、本当にね。あの今日この前の試合で戦って、まあ、あのアジャコングの裏剣一発目まで山田敏夫なんかもこういったあの井上貴子が持っている必要さですか、執念みたいなものをもう少し持ってくるとまたレスリングが変わってくるんじゃありませんかね。そうですね、表し方がね、はい、ちょっとあの押されてますね山田の場合は ね。いや本当にあの小川さんね、はい、今日井上貴子がもしこれ豊田真奈美に勝つようなことがありますと一挙に三冠王ですよ、頂点に上り詰めますよ。そうですね、頂点というかそうですね、でも、うん、でも本人のこのしつこい攻撃っていうんですか、はい、いいですよね。いいですね。またあの攻めている気持ちみたいなんがね、あのこれでもかこれでもかといきますからファンにも伝わってきますしね。そうですね、一つ一つを大切にね、はい、あのやってるなっていう感じがしますね。まあ、しかしこの人はあの新人時代あるいは女子プロレスラーになる前に例えばあの田んぼ口なんか自転車で行ってて何度あの田んぼの中に転がり落ちたか分かんないと自分は本当の不器用で自転車にもろくに乗れなかったってことをよく話してますけどもね。いや新人時代はそうだったんでしょ。そうですね、あの貧血すぐ起こしてね、そう青くなってよく練習途中でもうそこ寝てなさいなんてやってましたけど ね。今や青くか転倒いたしました井上貴子、そして執念の攻め、ファンが湧いています。豊田真奈美ちょっと分が悪くなりました。今日は大きなチャンスを迎えている井上貴子であります。豊田真奈美にやや元気がありません。今日の豊田真奈美を小川さんはどう見ますか。豊田ですか、豊田はやっぱり一発逆転狙ってると思うんですよ。どこかで攻められながら、はい、なるほど。ただもうスタミナが無尽蔵ですからね、はいはい、やっぱりそういう意味では今じっとそのチャンス狙ってるんじゃないですか。なるほどね、うん、今スタミナ無尽蔵というね話が出ましたが豊田ってそういう風に見えませんがね。そう、まあでも新人の時からそんな感じでしたからね。そうでしたか、はい、体の柔らかさとかねセンスとかこういったものも抜群なんですけども、うん、細い体にやはり無尽蔵のスタミナを持っているこの辺りがトヨタメノの強い秘密かも分かりません。さあ後ろに落とします。気合一発という感じ。井上貴子カウントは 2.5。 これです、このブリッジ。これだけ立ってお客さんから拍手が来ます。体の柔らかさ、これが大きな武器になっているトヨタマナミであります。さあ今度はどうするか。スイーパーの体勢に持っていきます。強引な攻め井上貴子、まあ、あの感情とか気持ちむき出しの攻めですね。そうですね、そして不敵な笑みを漏らしております井上貴子です。さーっと髪の毛を持ってキック、なんとか不利な体勢を挽回しようというトヨタマナミであります。あーキックのお返し顔面に、すごいですね。イサイ構わず顔面にキックのお返し井上貴子。さあ強烈な一戦になりました。今日の全女ニューリーダースシングル3大決戦、その取りを取っているのがトヨタマナミでありますが、今日はちょっとここまで分が悪い。小川広報担当は密かに今反撃の回を狙っている、そう解説しておりますが、何か一方的という感じになりました井上貴子であります。まだほとんどいいところを見せておりません。はあ、また場外にね蹴り出したような感じであります。さあ場外ちょうど放送席の向こう側に押しています。髪の毛を掴んで、おっと今度はエプロンに焚き付けました。もう一発、もう一発いきます。完全に今日はここまでやはりあの気持ちの上では勝っていくか強いと思うんですね井上貴子の方が、勝ってやろう、チャンスがあれば勝ってやろうという、ね、気持ち、そうでしょ、まあ、今日もあの期待してもみんな井上が勝ったら三冠だよなんて言ってたんですけど、いやまさかそれは許さないんだねという声が圧倒的だったんですけども、井上貴子大きなチャンスに今日は燃えに燃えております。さあしかし豊田真奈美ようやく反撃に転ずるか、どうしようというんでしょうか。15分経過。エプロンに今出しました。ロープを使おうというんですね、ロープを使う攻撃を見せようというんでしょうか。さあ今度は強烈後頭部にキックを入れます。そして膝を落としました。ちょっとラッファイトを見せております豊田真奈美。そ
そうでしょうね。やっぱりあれだけやられたんじゃね、綺麗な技で返すよりもやっぱりラッファイトで返した方がいいんでしょう。こういう場面は目には目をですよ、ね、そうそう目には目、歯には歯、強烈なキックで返しました豊田真奈美。そして今ダンボープに上がっている、歯にアピールして、さあどうするか、両足を揃えたミサイル、ミサイルキックが出ました。そして今度は反対側、さあニュートラルコーナーからまだ顔面にキック、両足を揃えました、強烈なキックに圧、カウント2であります。なんとか執念で反撃に転じました豊田真奈美。場内が沸いてまいりました。さすが豊田真奈美。さあそして今度はトップロープか、ほとんどリングで決めようという感じであります。このまま飛んでいった、しかしうまくかわした、冷静に見てました井上隆子、冷静に見て相手の攻撃をかわしました。たまらず豊田真奈美、あっという間場外であります。場外に転落、さあ場外戦になるか、あー体勢は一瞬だ。今度は井上隆子鉄柵に、さあ顔面が好調している感じ。お放送席に来るか、このまま、おっと場外でどうするか、あっと豊田真奈美、今度は体勢が逆転であります。このままパイプドライバーの体勢に入っている。さあどうするか、場外でパイルドライバーだ、これは驚きました。私のもう目の前であります、やりますね、鈍い音を立てました。トヨタ大丈夫か、トヨタ大丈夫か、ボブ矢沢が心配そうであります。なんということでしょうか、本当に井上隆子恐るべし、パイルドライバー直角に決まりました。えい、何か今日は豊田真奈美反撃ももう一瞬という感じであります。終始井上高校生であります。さあトヨタが見せました、天使で回転指で止め、反撃に転じました。あ、いかにもトヨタらしいあの華麗な技で反撃ですね、さあしかし踏み込んでいったランロープ、さあこれはどうか、あ蹴落としておいて、今度はトヨタ行くわ、一気にいった、背中に両足を捉えました、強烈なミサイル背中に炸裂いたしました。左足をかき混ぜておいてカウント、これは危なかった、井上隆子であります。やはり反撃の機会を狙っておりました豊田真奈美。さあ見事な反撃の豊田真奈美、技が出るかどうかであります。そしてさあインスタントプレスにカーッ、これはちょっと早かった、相手を見ています。井上隆子バックを取った、バックを取った、さあオールスペシャルの体勢、これはかわした、お互いによく知っている。そして今度はそのまま抑え込みの体勢に入る、しかしこれもカウント2であります。さあ今度は井上隆子トップロープに上がります、トップロープに上がります、豊田真奈美ちょっと危ない、ファンがざわめいています。さあ今度は豊田真奈美がいった、どうするか、あっとこれはどうしたんでしょうか、あっという間危なかった、井上隆子、あっとこれもカウント2であります。今どうしたのかね、もろ首から直角に起こってますね、カットしましたね、そうですね、怖いですよね、思わず目をつぶるような怖いシーンが展開されました、愛知県体育館であります。さあドーマーの豊田真奈美が、小川さん、なかなかあのペースをこう逆転することができなくて、ね、反撃できませんよね。そうですね、お互いでえげつないですよね、やることが。なるほど、えげつない。だからえげつない女の決定戦じゃないかという感じがするんですけども、まああの広報部長から出た言葉でありますが、そのまま使わせてもらいますけども、えげつない女のね、本当に凄まじい戦いが展開されています。愛知県体育館であります。さあ豊田真奈美、ファンにアピール。しかし今日はなかなか逆転まで行くことができないと言いました。これは華麗に飛んだ、宙に舞った豊田真奈美、こういった技を持っている豊田真奈美であります。やはり大きな反撃の機会を作りました。そして一気に場外に飛んだ豊田真奈美、高いところから飛んでいった、なるほどね、大技を持っている豊田真奈美であります。今度は井上隆子まいった、さあようやく反撃のチャンスを使いました。もう一回いくか、またあっと、ダブルを使った、
やこの人は思い切ってロープを使うんですけども勝手に失敗したり成功したりね、そうですよね、でも思い切りがいいのが勇気がいりますよね、でも成功が多いですからね、はいはい、難しい技ですけどね、さあおまた投稿を使った一気に前に3個取った、これも見事であります、これも見事、ちょっとここからは見えないんですけどもどうですか長坂君、確実に捉えましたよ、捉えた、はい、ほうちょっと顔のあたりをね押さえてるんです、うん、なるほどね、高子であります、うん、いやこれで完全に反撃功を奏した、そういった感じであります、主導権を握りました、やっと主導権を握った豊田真奈美、さあ長い髪の毛を掴んでそしてそのまま後ろに行く、決めている、さあカウントはどうか、入店は危なかった、さあ大きなピンチであります、井上貴子今朦朧としている、さあ本蔵ちゃんサイクロンが出るかどうか、いやこれはどうでしょうか、このままたっつけておいて、さあどうするか、おっとおっと後ろから追っていった、これが井上貴子であります、そのまま落とした、そして今度はカウントに入る、3つか、あーっと危なかった、三冠のチャンスを逃しました、カウント2点もまだ髪の毛を掴んで井上貴子であります、さあまだ行く、まだ攻めている、まだ攻めています、さあ踏み込んでいく、電動機に上がる、そしてここからどうするか、横に落とした、さあまた足を固めてカウントは何とか流れました、井上攻めています、井上だけ攻めています、大の字だ、豊田真奈美ピンチだ、大ピンチであります、場内が騒然としている、さあとどめを刺せるか、井上貴子であります、豊田真奈美まだ後頭部を抑えている、どうするかとした、膝が今顔面を捉えました、3つか、危なかった、得意な西田攻撃ですね、ニーアタック、さあまた行く、また行く、これはちょっと危なくなった、さあ子供をさせるか、井上貴子、さあ立ち上がれ、立ち上がれ、余裕を持っています、主導権を握っている、また膝を飛ばす、しかしこれは空振りであります、さあ立ち上がれ、このまま入るか、3つか、崩れました、豊田真奈美必殺の決め技を惜しくも崩れました、2点はまた叩きつけました、今度は豊田真奈美が上がった、うーん、サルトプレス入った、これはどうでしょうか、カウント3つか、これも2点のお互いにとどめを刺すことができません、とどめを刺せません、ファンにアピールする豊田真奈美ではあります、さあ髪の毛を掴んでいる、そして固めた、さあジャパニーズ王者のサイクロンの体勢、これはうまくかわした、もう一発いく、3つか、これも崩れました、これも崩れました、今日は何度2点目までいくんでしょうか、記録を尽くしている両選手の対決であります、なかなか決定的な技が出ません、さあまた行くか、またジャパニーズ王者のサイクロンの体勢に入っている、今度はガッツリ入った、後ろに渡した、そのままホールド、どうでしょうか、入った、伝家の宝刀ついに炸裂、最後は決めました、しかし前線健闘、井上貴子、いやー最短を追い詰めながら最後はやはりやられました、しかし前線健闘を生かしました、井上貴子であります、いやー小川さん、はい、なかなか見応えありましたよね、そうですね、これね、一番大きいことは、はい、この2人で面を張って、2人でいい試合ができたってことだと思うんですよ、そういうので前場の幅がまた広がったと思うんですけども、さあ、愛知県を代表する大きな愛知県体育館でこれだけのファンが熱狂しましたからね、ジャガーからも一言お願いします、徹底した攻めが良かったですね、お互い、なるほど、うん、一つ一つが攻めて攻めて、はい、攻めまくってね、そうですね、ああ今あの右手を伸ばした豊田真奈美に対しまして井上貴子改めて右手を伸ばしました、なるほど、ファイターマッチができるっていうのは2人も勝敗を別としてある程度手応えを感じているというか、気持ちのいい試合だったということなんでしょうね、そうですね、はい、やりがいを持ってるんでしょうね、なるほどね、これからもまたあの何度も何度も対戦する機会があると思います、いい試合をぜひ見せてもらいたいと思います、
今日はトヨタマナミ2冠をかけての対戦でした。何回かあの絶対絶命といいますかね、井上貴子に2つのチャンピオンベルトが行くんじゃないかと、そういったあの絶対絶命のピンチもありましたよね。そうですね、追い込んでましたよね。はい、2冠をとなりました。ここに両チャンピオンベルトと認定証を送り、今日は苦戦の末なんとか相場の井上貴子を破りましたトヨタマナミであります。最後は殿下の包丁でした。ナポリン城さんサイクロンホールド見事に決まりました。今上田コミッショナーからトロフィーを受け取りましてびっくりしているトヨタマナミであります。改めて今トヨタの右手が上がりました。満員のファンが大きな拍手声援を送っています。見事なトヨタマナミ全土ニューリーダーズシングル3大決戦、今日は振りを取りましたのがトヨタマナミであります。見事の井上貴子苦戦はいたしましたがホーム対戦でございました。さあそれではあの控え室の方に今長坂アナウンサー行ってると思いますのでね、早速勝ったトヨタマナミ選手に話を聞いてもらうことにいたします。はい、早速トヨタ選手にこちらに来ていただきました。どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。いやーでもハラハラドキドキしましたよ。そうですか。もう、高子が本当こことのところすごい成長してるんで、この辺 3AA 取ったのがあったんで、もうガンガン自分をお返ししようと思ったのに、もうすごいなんか向こうも最初からやられるもんかって感じで気迫で来てたんで、なんか途中ね、本当三冠王誕生かなという雰囲気しましたよ。そうですよね。なんかすごいノリに乗ってますよね、高子は今、はい、すごい。その中で最後自分の技でね決めてくれました。そうですね、なんとか頑張りました。はい、なんとか2冠守りきりました。はい、はい、今の感想です。これじゃでもなんとかじゃダメなんですけどね、これから日本選手権もあるのに、もう今日は高子をぶっ潰すつもりで行こうと思ってたのに、はい、まあでも日本選手権頑張るんで、はい、皆さん応援してください。東京ドーム頑張ってください、はい、おめでとうございました。見事に2冠守りきったトヨタマナミチャンピオンにお話を伺いました。こちらからは以上です。前場のニューリーダー3人が登場いたしまして、今日は愛知県体育館大いに沸きに沸いたんですけども、先輩ジャガーからね今日の感想を一言お願いしましょうか。そうですね、はい、ドームに向けてもう間違いですから、そういったものがこう試合一試合一試合に近づいているということが感じた試合が多かったです ね、はい、なるほどね。顔も引き締まってましたし、はい、今日はあの小川広報部長にも放送席に座ってもらいました。いよいよ11月2日ドームですね。そうですね、もうドームはですね、もう前場というか女子プロ界全てのもう一番の夢であるイベントですからね、はい、やっぱりこれ全員が気を引き締めて成功したいと思いますね。そうですね、ファンを堪能させる本当に大きなイベントにしたいですね、はいはい、今日はどうもありがとうございました。それではこの辺りでフィニッシュシーンをご覧いただきながらお別れすることです。ごきげんよう、さようなら。